どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、雑談的な感じなんですけれども、私のね、キヨキヨの雑談もグダグダしててつまんねえよとかね、あと俺のリプリンが見てんじゃこらとかいう方はちょっとすみません、罰を押してもらって戻ることをお勧めいたします。ということで今回はエアスイーパーが強いのか否か喋っていきたいと思います。もう私もですね、アップデートがその実装されて約1週間まだ経ってないぐらいですかね、エアスイーパーレベル6にしてさっさと6にして、使っていますけれども、私今チャンピオンリーグに来ていて、そのちゃんとねエアスイーパーレベル6の力をね見るためにチャンピオンリーグに来ております。実際のところですね、このエアスイーパーですね、うざいです。とりあえずうざいです。私はそのうざいっていう言葉違うな、私は防衛側として、エアスイーパーを置いているのでうざくないです。防衛側としてはニコニコしちゃいますね。要するにラバハウンドに対しては非常に強いんですよね。ラバハウンド、このようにですね、ラバハウンドには強くないわ、ラバルガゴには非常に強いです。まあ、要するにバルーンに非常に強いですね。この、エアスイーパーはですね、こっち向いていますけれども、エアスイーパーこの村を攻撃するとき皆さんどっから攻撃しますかね。まあトラップの位置は、まあ、見ないとして、まあエアスイーパーもちろんここからあるので、まずこっちから攻めたくないですよね。というよりかは私、今回ですね、昨日、私がレベル6のエアスイーパー初起動ということで私動画上げましたけれども、こちら今日のですね夜朝にこちら側からラバルガを攻めてきた方がいらっしゃいました。チャンピオンリーグで、その外人の方なんですけれども、わからないです私も。そのですね攻めてきた方、普通に星ゼロ防衛することができました。ですね、どういうことかっていうと、要はエアスイーパーこっち向いてると本当にリプレイ見てて分かったんですけど、バルーンがバルーンとして機能してないんですよね。要は感覚としてはバルーンが行きます、バルーンが防衛施設にプー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 って、例えばこのアーチャータワーにね向かいます、プー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 でエアスイープされます、プー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 、もう一度行きます、壊す、みたいな感じです。要は行って戻って帰って壊す、要するにその動作がこうなっちゃうわけですよ。まあエアスイープもですね、レイジとバルーンの組み合わせに関してはやはりそのエアスイーパーの攻撃感覚とかによってですね、そのやっぱずっと押し戻すっていうわけにはできないんですよ。なのでまあそういう感覚なんですけれども、今回ですね皆さんどっか最初の方にどっから攻めますかと、まあタウンホール9以下の方はちょっとわからないかもしれないですけれども、ラバルガ5で攻める場合、こちら側からですねやっぱ攻めたら事故ります。まあ今 100% 事故ります。というか事故らなくても無駄に防衛、無駄に戦力を投下しないとダメですね。要はタウンホール10だったらフリーズの呪文をこうエアスイーパーにかけないといけないとか、無駄な、労力が必要になってしまうので、ここから攻めることはあまりよろしくないかなと思います。基本的なラバルガゴにおいて。じゃあ後ろから攻めりゃいいんですよ。極論後ろから攻めりゃここですよ。エアスイーパーこの範囲しかないですから、関係ないわけですよ後ろから行けばね。攻撃側は後ろから攻めれば大丈夫とですね結論付けたいところなんですけれども、防衛側じゃあ何を考えるか、後ろ側から攻められるのであればこのように爆弾を固めようと、なんだっけこれなんだ、タイミホーミング対空地雷3連そしてこちら2連と、ですね、まあ、私この村を公開してしまうとですね、日本人の方チャンピオンリーグ結構所属していらっしゃるので、もう買えますからね皆さん、今この動画を見ているチャンピオンリーグに所属している方買えますからね、買えますからね、はい。ということで、こっちから攻めたら無理なんだったら、じゃあ後ろから攻めよう、じゃあ防衛側はどうするか、罠を固めて潰そう、じゃあですよ、じゃあ側面から攻めればいいわけですよ。やっぱり正面はきついです。なので裏から行こう。じゃあ裏にはトラップ固まってるかなっていう攻撃者の攻撃側のですね考えがあるわけですよ。じゃあ側面から行こう。じゃあ防衛側はどうするか。その、正面はもちろんダメ。裏も防衛者は攻撃者はどうせ読んでるんだろうなと、どうせトラップが置いてあることを読んでいるんだろうなと、その攻撃者は思うわけですよ。じゃあ側面から攻めようと攻撃者が思った時に、防衛側は側面に対空爆弾とかをね固めたりして、まあそこら辺は心理戦ですよ、完全に心理戦です。まあですね、エアスイーパーね、やばい、ちょっとエアスイーパーに関してちょっと喋んなくちゃいけないことたくさんあるんで、前編これを前編にしてですね後編に向かいたいと思います。後編へゴー。
後編へつなぎます。